看護師の給与が高い職業を知りたいですか？これらの職業では高度な専門知識やスキルが求められ、責任も重いですが、それに見合った報酬を得ることができます。看護師として給与を向上させるためには、経験の積み重ねや専門教育への取り組み、キャリアプランの策定などが重要です。給与が高い職業に就くことで、より充実したキャリアと生活を実現することができるでしょう。紹介する職業が多いため、2部に分けてご紹介します。手術室オペ室の看護師。手術室の看護師は、手術チームの一員として手術室で働きます。彼らの主な役割は、手術の準備と手術中の患者ケアです。手術室では、手術用具や機材の準備、手術室の環境の維持、患者の安全と快適さの確保が求められます。彼らは手術中に医師をサポートし、必要な機材や薬剤を提供します。また、手術後の患者の回復とケアも担当します。手術室の看護師は、手術を行う医師の右腕のような存在です。彼らは手術に向けて必要な準備を整え、手術中に患者の安全を守ります。まるで舞台の裏方さんのように、手術室の裏側で患者の治療を支える役割を果たしています。集中治療室 ICU の看護師。集中治療室 ICU の看護師は、重症患者のケアを担当します。ICU では、重篤な状態にある患者を監視し、生命維持装置や薬剤による治療を行います。彼らは病状の変化を的確に判断し、急な対応が求められることもあります。ICU の看護師は高度な技術や知識を持ち、患者の状態を細心の注意でモニタリングします。ICU の看護師は、まるで患者のボディガードのような存在です。彼らは患者の身辺を24時間体制で見守り、異変が起きた場合には素早く対応します。患者の命を守るために特訓されたヒーローのように、ICU の看護師は命を救うために日々奮闘しています。麻酔科の看護師。麻酔科の看護師は、手術前や手術中における麻酔の管理と患者の安全を担当します。彼らは麻酔科医と協力して患者の麻酔の計画や投与を行います。手術前には患者の詳細な健康情報を収集し麻酔のリスクを評価します。手術中には麻酔の効果をモニタリングし必要に応じて薬剤を調整します。また手術後には麻酔からの回復をサポートし、患者の痛み管理を行います。麻酔科の看護師は、まるで魔法使いのような存在です。彼らは魔法の薬麻酔薬を使い、患者が手術中に眠りにつき、痛みを感じないようにします。魔法の力で、患者を安心させる麻酔科の看護師の存在は、手術中の患者にとって心強い存在となっています。看護師教育の指導職。看護師教育の指導職は、看護学生や新任の看護師の教育指導を担当します。彼らは臨床経験を生かし、実習指導やクラスルームでの授業、研修プログラムの開発などを行います。また、看護の最新のトレンドや研究成果を学生や若手看護師に伝え、彼らの成長をサポートします。看護師教育の指導職は、まるで先生のような存在です。彼らは、看護学生や若手の看護師に、看護の知識や技術を教える役割を果たしています。まるで道しるべのように、彼らの指導によって、看護師たちは一歩ずつ成長し、将来の看護の道を歩んでいくのです。救急医療の看護師。救急医療の看護師は、
緊急事態における患者のケアを担当します。彼らは救急車で搬送された患者を迅速に評価し、治療を行います。救急医療の看護師は深刻な状況に対応するために高い判断力と迅速な行動が求められます。彼らは命を救うために重要な役割を果たします。救急医療の看護師はまるでチームの司令塔のような存在です。まるでプロの指揮官のように緊急事態における患者のケアを統括し、的確な判断と迅速な指示でチームを導きます。まるで救命戦士のように彼らは命を守るために日々奮闘しています。小児科の看護師。小児科の看護師は新生児から10代の子どものケアを専門とします。彼らは子どもたちの身体的な成長と発達をサポートし、病気や怪我に対する治療と看護を提供します。小児科の看護師は子どもたちの心理的な安心感と家族のサポートも重要な役割として担います。小児科の看護師はまるで子どもたちの友達のような存在です。まるで優しい大人の姉妹や兄弟のように子どもたちの身体的なケアを担当し、一緒に遊んで元気になるお手伝いをします。まるで笑顔の魔法使いのように小児科の看護師は子どもたちの笑顔を引き出し、病気と戦う勇気を与えてくれるのです。透析室の看護師。透析室の看護師は、腎臓疾患を抱える患者の透析治療を担当します。彼らは透析機器の操作や、患者の血液のモニタリングを行い、透析セッション中の患者の安全と快適さを確保します。また、透析患者の教育やアドバイスも行い、彼らが日常生活で健康を維持するためのサポートを提供します。透析室の看護師は、まるで魔法のフィルターのような存在です。彼らは患者の血液をきれいにし、体の中の毒素を除去する役割を果たします。まるで魔法の力で患者の血液を浄化し、彼らの命を支えるのです。産婦人科の看護師。産婦人科の看護師は、妊娠、出産、および産後のケアを担当します。彼らは、妊婦の健康状態のモニタリング、分娩のサポート、新生児のケアなどを行います。また、産後の母親のケアや、授乳の支援も重要な役割です。産婦人科の看護師は、まるで新しい命の贈り物を手渡す天使のような存在です。まるで幸せの使者のように、母親と赤ちゃんの安全と健康を守り、新しい家族の誕生を祝福します。まるでおとぎ話の魔法使いのように、産婦人科の看護師は、愛と温かさを注ぎ、幸せな瞬間を作り出すのです。